それでは大変お待たせいたせししましたこれよりりパネルディスカッションに入ってままいりたいいたと思いますここではコーディネーターと先ほど成果報告をされました第39回特別研究指定校のアドバイザーをご担当いただきました先生方でセッションを行ってまいりますではまずご参加いただきますパネリストは放送大学中川仁先生宮崎大学新地達郎先生 和歌山大学豊田道隆先生日本女子大学吉崎静夫先生そしてコーディネーターは日本福祉大学影戸誠先生同じくコーディネーターといたしまして日本福祉大学佐藤真一先生にお務めいただきます。 本日のパネルディスカッションのテーマは学校において ICT を活用した実践研究を定着普及するための秘訣となっておりますそれではここからコーディネーターに進行をお願いしたいと思います影田先生佐藤先生よろしくお願いいたしますじゃあ8番お願いしますどうも皆さんこんにちは、えー、かなりあの実践 研究の発表ということで、いろんなデータが頭の中に、えー、よぎってるかと思うんですが、ちょっと雰囲気を変えるために、えー、この写真を見ていただきたいと思います。これ先月あの私とか教育工学科会長に山西先生、吉崎先生とかで行ったんですけども、あの世界がですね、今の教育工学でですね、いろんなこう論議がなされている。で、あの右下2人目が吉崎先生ですが。 まあ、あの中国の研究者の方も吉,吉崎先生が事業研究をやられてったりとかモデル化をされているあるいはシンキングツールを黒上先生中川先生がやられているでもちろんあのあの堀田先生もいらっしゃってですねこの左の方に佐藤先生とかあの、えー、和歌山大学の、えー、豊,田さん豊田先生とかも非常にこう論議をしてですね今 あの日本だけじゃなくて皆さんと共にです、ね、世界がやっぱり事業改善を ICT でどんどん進めていこうということであのいろんなな知見の共有が世界的になされているわけですであの今日はこちらにある3つの視点からですね学校内地域他校そして成果エビデンスという視点から お話を、えー、と論議していきたいと思います。ご意見を、えー、パネリ,リストの方々からいただきたいと思います。で、結局このパネルがうまくいくということは、皆さん方が報告書を書くときに抑えるべき要点が非常にこうクリアになるということを目的としております。確かに、えー、今日ですね発表パネリストの方々に。えー いろんなご助言をいただきました。そして研究者の方、現場からの声もたくさんあったんですが、非常にたくさんのキーワードが出てきております。えー、子供としての iPad 活用、これはキヤラ先生。応用というキーワード。実践はそのままでは使えないから応用という形で、あのモデファイするという。これはえっ、ー、と森田先生ですか。で、学習規律ルールであるとかシンキングツール、有意感覚。 とかですね、教材共有ネットワークとかいろんなキーワードをいただきました。でこのキーワードを頂い,いてですね今から今発散いろんな情報が来てです、ね、これからこのパネルで収束をして最後に活用という形で1つの表にまとめてですね明日皆さんがダウンロードできて報告書を書くときに参考になるような形にしたいと思います。でそういういことで いつもここは2人なんですが人人でですすが今日は2人です、えー、横にいますあの佐藤先生はかの有名な東京大学の工学部を卒業で、えー、大学院もそちらで工学博士なんですが、えー、と本人が言えないんで私がちょっとだけ言いますと三菱総研でですねあの百行プロジェクトという今から1995年に始まった大きなプロジェクトがあるんですがそれがインターネットの教育利用というスタート地点だったんですが。 それからずっと現場を支え、システム的に支え、そして実践を支え。今では、あの、いろんな国際学科で、いろんな賞をお取りになってますけれども。それ、その佐藤先生にこういう形で、まとめていただこうということです。それでは二番、ちょっと。じゃ、ちょっと解説お願いします。はい、あの、よろしくお願いします。最初からだいぶ敷居が上がってしまいましたが。えっと、これがあの。 えとシンキングツールご利用の先生方もいらっしゃるということで、えー、お詳しい方もいらっしゃるかと思いますが、えー、とフィッシュボーンと呼ばれるものですねあの別名特性要因図と言われたりしますが、えーとまあ、通常であれば、えー、とこの頭の部分魚の頭の部分ですね、えー、とここに問題解決すべきこと、まあ、問題点を 書いてでそれの要因を魚の小骨の形でいくつおかに表していくというようなツールです。であのですので通常であれば普及定着普及しないと。 その要因は何なんだろうということでやっていくわけなんですけれどもあのちょっとダメ出しするみたいで暗くなってしまってもあの最後のところでよろしくないのであの定着普及に向けてどんな実践がされてきたかというようなところ今後どうしていくべきだろうというところをこのツールを利用させていただいてまとめていけたらなということを景田先生と話しておりました。であ,じゃあ でえー、と大きくですね、えー、これまでも、えー、アドバイザー等をやられてた影田先生と相談の上えー、大きく3つモデル化ですね、えー、と定着普及のための要素として、えー、モデル化、えー、と広報伝達、えー、とこれはあの教員のスキルと書いておりますがスキルの伝承みたいなところも含めて広報伝達というような形で、えー、とひとまず表現させていただいています。 で、えー、ここまでの、えー、実践報告、研究報告の中でも出てきましたが、えー、ともう一つ、エビデンスですね。で、えー、と具体的なものを、を、えー、いくつかあのサンプルとして挙げさせていただいてますが、このあとパネリストの先生方のご意見に従ってあの、具体的なものに変えていけたらなと思っております。 でもう1点、ですねえっ、ー、とちょっと1つ移植かなぁと思うんですがあの他校の欲するものというものを柱として挙げさせてもらいました。えー、とこれはですねあのちょっとあの例悪かったら申し訳ありませんがあのこういう実践報告を聞くとすごいとであの到底自分たちのところではできないと。で付属 高校だからでき付属だからできたとか、えー、と今回の場合ですと、えー、特別研究指定校だからできたということでは困ってしまうので、えー、とちょっとここあの、まあ、他校の欲するものは結局モデルか広報伝達のところエビデンスだったりするかぶる部分もあるかもしれないですがあのちょっと別の柱として、えー、用意しておこうということで立てさせてもらっています。はい、はいいどううもあありがとうございましたそれではあの 早速とこの新地先生からですね、あるあのこの四つのエリアを意識していただいて、ちょっとあのいわゆる今までずっと実践を見てこられた先生としてこのテーマでご助言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。五番お願いします。先ほどのあの佐藤先生あのご紹介いただいたフィッシュボーンがあのご提示いただいたのが。 1>, 1時ぐらいなので <laughs> あのしっかりあの沿ったお話できるか分かりませんがそこは佐藤先生にうまく並べていただければなと思うんですけれどもまず最初にモデル化ですけれどもあのこの研究助成を受けてモデルを開発していく場合もあるしそういう場合でのモデル化ということもあるし実践を充実させていく上での共有して、まあ、参加者がですね モデルを明確にイメージしていく上でのモデル化という二つあるんだろうなと思いますがどちらかというと私がお話し今しようとするのはメンバーがその実践に関わる共同作業に関わるメンバーの共有に関わるかもしれませんでモデル化この共同、まあ、あの実践研究をしていくときに明確な意義であるとかビジョンの設定がやっぱりなされていることが大前提だろうなと思いますそれを共有していくこと で内容としては、えー、この財団さんの指定の場合は ICT 活用で教えるとか学ぶというのを深めていくという話なんだろうなと思います。これまで私が参加させていただいた学校さんでいうと例えば深める発展させるという時に家庭学習がなかなか学校から届かないから家庭学習まで学びを持続させようそのためには学習計画表というのを作って まあこれれペーパーパですけれどもね。そういうふうな仕組みを作っておきながら授業の中においては実物投影機を徹底的に使って教科書を投影しというようなところで実物投影機を使っていく、まあ、e ラーニングシステムを使っているんですけれどもそうしながら与える学びから求める学びへというふうなまあ あのゴール設定をされていましたこれまた別の学校ですけれども「思考の練馬」よく最近思考の可視化であるとかあのそれぞれ魅力的に設定される追求されるキーワードですけれどもその思考の練馬ということを取り組むときにですねこれ別のパターンのお話しますけれどもある非常にこう伝統的な学校ここにあるの鹿児島市内の山下小学校ですけれどもこれまでも山下の教育という非常にこう歴史的な積み重ねがあって。 それに思考の連馬と山うまく結びつけていくということですね。新しいものに取り組んでいくんだけれども、いきなり新しいことにするのではなくて、これまでの蓄積と新しく狙っているものをいくものをうまくかみ合わせたモデル化っていうのが必要なのかなというふうに感じています。これは先ほど紹介させていただきましたけれども、久留米小学校さん成果を出されておられますけれども。 前の学び合いの研究共同研究を学校でやられたこととそれから今も継続されていますけれども研究開発学校との研究との接続をうまくされていると、まあ、つまり分かりやすいイメージにまずはその学校でモデリングをしていかないといけないであろうとそしてそこには地域や学校の固有の課題がある。 わけですが例えば思考力を深めたいとか家庭学習を充実させたいというところがあるわけですがそれに対して解決方法がどうだろうかということが最初のイメージモデル化がされていたときに初めて可能になる評価できるということですよねそして新しく開発していくんだということではなくて大学の研究ではありませんからこれまでの実践をもとにした発展であってほしいなというふうな気がしますでその際に 体制ですけれどもやっぱり大事なのはスクールリーダー校長さんなどですねそれと校長先生だけではダメだコア的な集団をどういうふうに作っていくか、まあ、校長さんは日常的な ICT 活用時に教師は新しいテクノロジー新しい道具を使う時にいいというふうに効果的だと言われているものの迷いはあるわけですよね。 それを軽減させていくようなまたは軌道修正していくようなアドバイスを適宜やってくださる方がいないとなかなか難しいでさらに先生方は同僚間で OJT 日常的にですけれども声がけをできるような雰囲気を作りしながらこのリーダーと教師集団がうまく事業力について議論でき自律的な学校文化がやはり形成されていく ICT 活用 教育の情報化というのはやはり経営的な側面があるというのは大きいかなと思いますで教師集団のじゃあどんな工夫があるのかといった時に授業を研究会の在り方は様々だと思いますが私が3今までご一緒させていただいた学校では校内の支援体制を作ろうと支援員はなかなか雇えない。 ICT コンサルティンググループというのを作って比較的詳しい先生がいつでも先生方に声をかけられるように周囲の先生方からするといつでも声を助けを求められるようなそういう集団を作ってあげたりとかまたこれは別の学校ですけれども授業を徹底的にやる先生方のグループと。 周辺部分を徹底的にフォローする先生方のグループを分けて運営をするとかですねそういう仕組みの工夫もあるのかなと思いますでそうししながら先生方の授業力を向上していただく必要がある、まあ、そう,いうふうな取り組みをいずれもされてきますおられますけれどもやっぱり特色的なのは今日も話題に出てきたと思いますが若手とベテランの融合ですよねでやっぱりベテランの先生方は ICT 活用はそう慣れていらっる おられなくても授業作りのポイント子どもの実態に合わせてどうあるべきかという基本的な考え方はしっかりされていてその若手とベテランとのこうディスカッションの雰囲気というのをいかに作っていくかがポイントここに非常にこうベテランの先生おられますけれども退職された校長さんをここの学校では自ら校長さんが呼ばれてですねつまり外部人材ですよね指導指示を呼ばれる学校も多いかと思います。まあ 事業の構想するデザインする力実践力それからメディアを活用する力がセットになって事業力が上がっていくわけですけれどもその際にはベテランの力が非常に大事でその際に教師集団のベテラン力だけではなくて管理職の適切なアドバイススクールリーダーのアドバイスは必要だというふうなことですよねそうしながら教師の専門集団としてのこう腕が上がっていく専門性が高まっていくということは実はそれは 保護者地域に子どもの学ぶ姿としてしっかり伝わっていく子どもたちが代わりまた先生方がそれを見ながらよりこう改善に向けてのです、ね、モチベーションを高めていただく決して ICT をどう使おうかということではなくて教育のクオリティを高めていくということを最初申し上げましたモデルビジョン設定の中で教育の狙いそこに ICT をどのように活用するのかという。 ま理念的なところもあろうかと思いますがそれを含めたモデルが設定されていって教師集団が進んでいくということになろうかと思います。最近エビデンスというふうな時にですね九州の学校ですけれども学力が秋田県を超えましたうちの学校ではというふうなそれも非常にいいエビデンスだと思いますがこれまでご一緒させていただいた特別研究指定校でこんなことを言われてる学校がありました。欠席者数が激減ししてきましたつまたつり 学力も上がっているけれども学校に対して、えー、やっぱり元気に登校できる雰囲気ができてきましたこれは学校が常に抱えている課題ですよねそれから常に ICT を活用する学習場面を設定することで主体的に判断するというふうなことを求めてきたその結果スポーツ振興センターに届け出るような重大事故が減りました、まあ、このようなですね エビデンスもまあ側面的なものかもしれませんけれどもあっていいのかなと考えております。どうもありがとうございました。ちょ,ちょっとえっ、ー、と二番お願いできますか。今新地先生にいろいろな視点からこういうふうにあのご指摘いただいたんですが、特に、えー、個人から共同個人という形で。 の他の学校にも使えるような形で外に出すということそして内部での意識をきちっと統一して取り組むということそしてもう一つのご指摘として ICG 先生もう一回いただけますか ICG はいコンサルティンググループですねとしてここに校内の中の仕組みとしてこういう形で展開されているかなと思います。それでは えー、佐々先生あの、聞きながらで大変ですが、よろしくお願いします。でじゃあ、引き続き、えー、とご提案の方、えー、この視点、4つのエリアからですね、論議の視点、学校内、それから地域、他校、そして成果、エビデンスというキーワードのもとに、豊田先生、えー、お願いいたします。なんかそのアカデミックな話が続いてますが、ちょっと私は少し泥臭い話に方向転換しようかなというふうに。何番だっけあ6番お願いできますか <laughs> はいえっ、ー、とですねまず中学校での授業研究っていうのはやっぱりも あの小学校と比べてなかなか進みにくいというところがありますのでここで、えー、中学校の授業研究3つの壁というのを1つあの数十秒でまとめてみたいと思いますまず1つ目は、えー、3大負担ですね、えー、生徒指導部活動指導進路指導で、まあ、これで先生方は心身消耗満線的な残業に陥っているというのが現状ですあの私1997年から5年間中学校の教員やってましたのでもうこれは今でも継続中なのは間違いないというふうに思いますであのぶっちゃけですね担当教科にに関係ないことには 興味がないという先生が大多数を占めます。これちょっとビデオ撮られてるので違うという反論も来そうですけども、まああのえっ、ー、と一応こう言い切ってもいいんじゃないかなというふうに思います。もう一つはあの評価に関してはぶっちゃけ、えー、実は、えー、中間期末テストの得点評価のみで行ってるっていう先生がやっぱり今でも意外に多いっていうのが現状であるってことですね。なのでえっ、ー、と結局ですねこの辺りはまあ非常に問題なんだと一番やっぱり授業の研究っていうのはあの仕事の、えー、上位に優位に来るっていうところの認識 であるとか、まあ、事業の質を上げることが使命だっていうようなところの意識改革がないとやっぱりなかなか進まない。 ということで、えー、これをまああのー、非常にまあこの辺のハードルでなかなか超えられないところがあるんじゃないかなというふうに思います。で、えっ、ー、とまあ青井中学校を例に、えー、一つあのー、これをどうまあ乗り越えてきたか、もちろん学習基盤授業規律というものがあったと思うんですけども、やっぱりみんなの先生が乗ろうというふうな、えー、気になった一つの、えー、これですね。ちょっとまあ言葉は悪いかもしれませんが、過、えー、分なまでの、えー、位置づけですね。ICT 活用っていうのは確かな学力発 組むための基本的な原理になるんだっていうことで3学年全てにおいて位置づけたっていうところがやっぱり最初にも明確なビジョンを示した、えー、と使ってみましょうとかじゃなくてもうこれは必須のツールなんだっていうふうに位置づけたっていうのがまず一つそしてそれを進めるための手立てとしていくつかのポイントを このように、えー、報告書の中ではあの掲げています。一、えー、番目丸1が特徴的だと思いますが。が全職員が研究授業を行い、えー、教科指導の本質を見極めながら ICT の効果を検証し、授業改善を重ねていく。非常にこの先頭の言葉に、えー、まあ全てが集約されているんじゃないかなというふうに思います。そしてそれがあのやっぱりその 担当者の実感だけじゃなくて生徒にも伝わっているかということで事業か、えー、改善のアンケートをやはり実施しておくといったところであるとか、あのー、教科だけじゃなくて、えー、行事や生徒会活動というあたりにも積極的に ICT を活用するこれ部活動で,でそれが負担になってるんだったら部活動を経験するためにそこに映像ツールとして使ってですね、えー、すごくあの少ない時間で効率的に作戦が立てられて、えー、試合で勝てるとかですね そういうようなところまで含めてあの積極的に活用していったとあとはやっぱりもう自分1人で抱え込まないで支援やアドバイザーをうまく連携していきましょうというところをあの、えー、設定したりであるとかやはりなんといっても環境づくりです、ねえー、手軽に日常化して使える環境づくり日常化という言葉に校長先生、非常にこだわってましたけどもあのよそ行きの授業はいらないと日常毎日できる授業を目指そうという、まあ、スローガンのもと勧められた。そして、えー自由 自に AICT が使えるそしてタブレットで1人1台使えるという体制が出てきたときにやっぱり情報モラルですね、えー、まあ授業技術とも関連してくると思いますがこの辺なんかも徹底して子どもたちの,、まあ、あの底上げを図ったというそういうあたりこのあたりがうまく誘導してるんじゃないかなと思いますただしここがちょっと厳しいなと思ったのが学習効果の判断は指導主事やその地域の指導者指導員という方がいるんですけどもここに託されますで、研究会の後には、 ICT の使えた方が良かったねっていうような協議はなくてですね各教科専門の先生方が指導公表を設定しますその教科専門の先生方は ICT どうのこうのっていう話はしません学習指導要領の目的達成に効果的であったかどうかのみの そう先生方はですねいろいろ後から聞くといろいろ愚痴を言いますねタブレット使えって言うから使ったじゃないね使ったのにあんなにケチョンケチョンに言われてって結局研究の開始はテクノロジープッシュこういう機器が入ってきましたからやりましょうっていうところで入るんですけどもあのその出口はディマンドプルあたかもそのニーズがあったかのようにしないといけないっていうあたりで、まあ、非常にこう混乱するわけですねででもその中で、えー、とこれは の授業よも良くなってるねっていうことがあのその先生から言われたとにこの I C T を使わないとこの授業はできなかったよねっていうようなことが言われたときにやっぱりその授業っていうのは研究が終わった後もあの後々残るのかなというふうに思っていますこういうのをやっぱり超えないとなかなか中学校での定着っていうのは剥がれないんじゃないかなというふうに思っています おりますそれでまあ青井中学校の復旧モデルとして今のちょっとまとめますととにかく学校研究として ICT 活用のビジョンを明確に位置づけているっていうこととそしてこれはまああの発表の中にありましたけれども全員に研究授業の実施そしてそれを支える研究体制を取って研修体制をたっとっているっていうことそしてあのまるスキルとか三角三角学力とかそういうえとです、ね、流行語を使わずあくまで学習指導要領の目的達成に寄与 できたかという視点で、えー、評価しているというその一貫性である。 というところとあとは授業を大きく変えるのではなくて一斉確一斉的な指導これはもう中学校ではある一定はやっぱり仕方がないんだとそれを否定するのではなくそれに、えー、共同学習体制を融合していくそのために学校研究としてこういう青いタイムというのを設定してですね話し合い活動を学校を挙げて、えー、成就していきましょうそれを教科の中に、えー、融合していきましょうというのがあの達成されているのかなというふうに考えております。ちょっとあのうまく、えー、この 全体をまとめることができませんが、まあ、とにかくあの最後に言うと、えー、もう一回今のまとめ直すと。 まあ、ICT を目的達成、つまり、えー、のための手段として捉える体制ができているということと、学習指導要領の目的達成のために、えー、行っているので、他校が参照しやすい、そんなも未来型の学力を目指しているんじゃなくて、今ここにある目の前の,の、えー、授業改善を目指しているというところ、そしてあと、一斉指導を指定するんじゃなくて、一斉指導体制を基本として、えー、学び合いという授業モデルを提案しているってこのあたりが他校に響くところなんじゃないかなというふうに、えー、私自身は解釈しています。はい以上ですはい どううもありがとうございました、えー、と2番、特にですねあの豊田先生がご指摘いただいたのはいわゆる ICT は学力というのはいつも豊田先生がおっしゃっていてそのモデルというものをしっかり学内で共有するということそれから評価については学習指導要領というキーワードがです、ね、出てきたように思います。そして何よりも一斉指導を ベース日常性をベースに新しいものを入れていくというそういうこう何つうんでしょう規律あるあの学校力の上で I C T 活用それが、えー、他の学校にもいいモデルになるんじゃないかなというようなご提案だったと思います。じゃああの引き続きありがとうございましたそれじゃ中川先生あの中川さんあのさっきの先ほどの発表の中でモデル化とかえっ、ー、とこの資料ですね<の>はい。 いただきました。ありがとうございます。それじゃ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。四番よろしくお願いします。このフィッシュボーン恐ろしいですね。あの、話終わった後に N がついてないと。ぼんやりとしか、あの、伝わってないということですね。さて、えー、だんだんこう、泥臭い路線に来ましたので、まあ、私はそうですね。プチ泥臭くぐらい行きたいと思いますけれども。あの、今日いただいたこのパネルディスカッションのタイトルが、学校において ICT を活用した実践研究を定着普及するための秘訣。 私はこの3点だと思っています、えー、と1つは授業研究当然まあそうですねで、えー、と今日大枠ではあまり出てきてませんけどもう1つが教員研修そして、えー、とこれらを支えるものがやっぱり導入と運用だと思うんですねつまり ICT なのでこれあのどんなことを言ったってなきゃ話にならないわけですよでやっぱり少しでも充実させようとするだけど充実させればいいかっていうとそうじゃなくてやっぱり上の2つが効いてないとうまくいかないと。 いううこの3つのつ関係だと思うんですでそういうのがうまくいくとこの日常化ということがあるとで特にこの授業研究のところで今日一番大きなところだと思いますけどやっぱり活用場面の検討ってすごく大事であの他の学校への参考になるのはやっぱグッドプラクティスだと思いますが一方で先ほどから出てるようにやっぱり落ちりがちな活用。 このキーワード実はあの昨年あの文部科学省の授業でこれ赤堀先生があの主査をされてえと落ちりがちな ICT 活用という映像も作りましたけどもやっぱりそのえとうまくいっていないなぜうまくいっていないかという部分も大切でこの両方を考えながらじゃあどうしようかという話になるんじゃないかなというふうに思っています。でえと授業研究についてもう少し言うと。の特性で えーまあ、これツールとしましたけども、まあ、ICT の特性に向かう ICT を活用するってことに向かうこれ割と正論ですよねあの当然のことながら ICT はツールなので、えー、だから、えー、強化の狙いがあってそれに使うんだとだけど、えー、これ ICT の例えばタブレットだとかあれあ新しいあのソフトだとかアプリだとか入ってきたときにこれ一体どこでどう使えるんだろうかっていうようなこの下から上の矢印も私は大事だと思うんです。 でこの両方があって初めて、えー、うまく融合したのかあれずれちゃったよという話なのか、ね、そういうことがあるので正論としては上から下だけど下から上も考えて両方からこうトンネルを掘るように、ね、やっていくことがやっぱり大事なんじゃないかなとうう思うわけです。えー、ともう1つ、えー、成果を他行に普及するための工夫ということをお題としていただいていますが私は情報担当リーダーの振る舞いを挙げたいと思います。えー 昨年一昨年担当した上板橋第四小学校、えー、その、えー、特権校のこの2年間の指定の時は、えー、浅井先生高山先生という素晴らしい2人の緑のリーダーがいらっしゃいました、まあ、いらっしゃいましたって過去形にいました今もいらっしゃいますで、まあ、あの言うなればこの2人私はタイプが違って面白いなと思ったあの後で語弊があったらあの言っていただきたいと思いますが「清の高山うの浅井」という感じでタイプの違う2人を あの後ろで荒、えー、井校長がこう,うまくこう支えていったというような形だったんですけどもこのリーダーの振る舞いとして3点挙げたいと思います、えー、まず1つは、まあ、1人の10歩から 10,、えー、10人の1歩へと、まあ、100人いないので、まあ、10歩にしましたけどもで特にこの2人は、えー、事業者としてももういけるとこまでシンキングツールの活用とといいうことをもう極めていきました特に浅井先生はもうホワイトボードの使い手のもう名人なわけです。で 行けるとこまで行くということを含めでも全員が授業をやりながらシンキングツールの活用をどういうふうに考えていくのかという支えに徹するということもやってきました率先する部分と支えに徹する部分この両輪がやっぱり大事だということが1点目ですそれから2点目ですけれども芸風を尊重しよう、まあ、芸風っていうのは何かというと例えばシンキングマップを使う時にイメージマップをよく使う先生ってやっぱりいるわけです でその先生はイメージマップの使い方で今度は教科を変えてみようとか活用場面変えてみようとかいろいろとやっぱり展開されるんですね。でその知見ってすごく大事だと思うんです。でそういうことも大事にしつつでもやはり一方多芸に生生きる先生もいいらっしゃいます例えばいろんなタブレットだホワイトボードだ電子黒板だいろいろな選択組み合わせをされてる先生がいて多芸の先生は多芸の先生でやっぱり知見がある。ことということが 情報担当リーダーとしてはすごく大事だと。三点目ですが、これはアクセルとブレーキです。まあ、効果あの特にね、あの成果発表するとなるとやっぱり効果どこにあるんだっていうの大事ですけども、だけど例えばタブレットがどんと導入された、まあ効果効果ばかり言わずにまずは遊び心を忘れずにとにかくいろいろと使ってみるというのでやっぱり大事だと思います。でもいつまでもそうではなくて、やっぱりちょっと待ってここではどう使うの？これ本当に使うの大事なのここで必要なん。 紙の方がいいいんじゃないそういうブレーキも大事でこのアクセルとブレーキをどういうふうに両方効かせながらうまく車を運転していくかというようなことが大事じゃないかなというふうに思いますさて3点目ですが、えー、成果エビデンスという話がありましたいろいろありますよね量的に取るのか質的に取るのかとか関心よく態度なのか知識理解なのか思考表現なのかそれから学校で用意するアンケートなのかそれとも全国学力状況調査の、えー、昨年度との比較なのか。 単発で測定するのか2年間の最初と最後を比較するのか教師が記録するのか児童生徒が何か取るのかとただいろいろとありますけども結局これの選択がどこで行われるかというと今回の,そのパナソニック教育財団のそれぞれ応募したテーマに関してどのように乗り越えてきたのかというのが一番どれを持ってくると示しやすいのかそれからもう一つは 確かに外に示すのも大事ですが私は校内の教師自身がやっぱり実感として感じることが大事で実感として感じられるものて一体何なのかねそういうことを踏まえてこの中の何をどう使うのかということをやっぱり考える選択するのが大事じゃないかなというふうふに思います。ということで、えー、いただいた3点について私なりに回答させていただきました。以上ですすはいいいどううもありがとうござまましした、えー、2番お願いします あの中川さんいろいろお示しいただきましてありがとうございましたそれであの特にですねあの事業研究教員研修導入運用というところでいろいろあってあのアクセプトブレーキというお話があったんですが例えばあの共同学習をさせるその時に4人というキーワードが今日出てきてそ,のそれくらいの単位というのはおそらく一つのモデルになるんだろうとその時に みんなで論議を深めるためにツールというあの木原先生は小道具というふうにおっしゃいましたけれどもそういう形でそれが何なのかそれが紙なのかシンキングツールというマッピングの印刷物なのか iPad なのかこれは何でもいいというかその学校に合わせた形でよくってモデルというのは要するにそこに小道具があってあの発話を促進して 論議をする時の手がかりになるというようなものが置,置かれるべきだというようなモデルいわゆる共同学習のモデルというのがそこにあるんじゃないかなというのを今聞いてて感じたんですが中川さんはその点はそこは iPad であるべきということには固使されてはないと思うんですけどもいかかがですかあ、はい、すみまません油断してましてた今これはのなもちろんあの何でもいいと思うんですけどもただあ,のある程度ね 例えばその子どもが選ぶとか教師が選ぶときにあの十分にそれを活用した経験がなければ私選べないと思うんですよ。例えばタブレット入ってきたら何かタブレット使ってみようかってこれ新規性、目新しさですよね、はい、だそういうのが取れて初めて選択が起こったりうまくいかなかった経験を何度かしてやっぱりこっちの方がいいなっていうことがあると思うんですねですからやっぱりインターバルを大事にするっていうのはすごく大事かなというふうに思います。はい、ありがととうございいました、えっと これまでのお話の中で一つキーワードとしてですね他校の実践はそのまま使えないとそのまま移植できないとでじゃあ移植するものは何かということで考えていくとこのシンキングツールの中のいわゆるモデル化要するに考え方であるとか今あのお話をいただいたキーいわゆる教員研修というのはどこの学校どこの実践でも出てきましたし 私が驚いたのは今日あのいろんな実践発表の中で20とかという問題じゃなくて30とか40とかそれをさらに外に向けて公開をするとかそういう非常に新しい校内研修の持たれ方というのが普及というキーワードとですね連動して今日強く感じたところです。それを踏まえて最後にあのまた後でお話をいただくんですけどもえっと ご発表のお中でエビデンスという言葉が吉崎先生の方にからいくつか出てですね、吉川先生の方からモデルとしてあのえかえっと優位まあ私が言うよりも吉崎先生言ってもらった方がいいんで、ね、すみませんお願いします。も出しといてください。それに沿ってお話していきます。えっとまずですねはい入ってますかねマイク。はい。広報伝達のところです。 で校内ですけども、うんまあ、先ほど一緒に担当した金村課長と7回行ったんですが1回目が、まあ、あの事前に行きましてまずその向こうの先生方ですねセラニシチューの先生方ですけどもどこでやってもらおうか誰にやってもらう最初がね最初あの校内研究やるとき ICT 使った校内研究やるとど誰にやってもらおうかがやっぱりポイントだろうと私は思ってたんですね。で,できたら私はベテランにやってほしいと でそれも女性の先生でその通りやってくださいまして50代の女性の先生が国語と英語と体育でやってくれまして私はキャンディーズと呼んだんですけどこのキャンディーズがですねハマってしまいまして ICT に。もともと授業がしっかりしてますので鬼にになうっってやつになっちゃうんですねでただこの背後にはですね今日発表した宮岡 研究主任と教頭先生が支えてるんですけど黒子のように使い方はただあの事業力があった先生がやるとですね I は鬼にかな,ぼうなんです、ね、でまあ20代のですね事業力のない人がやると空回りになるんですねただ ICT 使ってるみたいな浮いちゃった感じですね。事業力がある人がやればいいんですけどもでたまたまその50代のキャンディーズがやってくれたもんですから「あ ICT いいよね」ってみんな <laughs> なってしまったわけですね。 でそれで急激に ICT 活用の授業力が増えて1段階がパッといってしまって2段階のどの場面で使おうかっていうことになってそれでどの子にっていうことになって3段階にいくようになったんですねだから私やっぱり50代の特に女性の先生にいかにこの ICT 特にでも iPad 含めてですねタブレットは使いやすいようなんで映像があるから。 だからまあここに火をつけるっていうのが一番いいかなというふうに思ってますそこにからですね若い先生はまあ抵抗はないのでどういう時に使うと有効なのかということを学んでいくという形がいいかなというふうに思っておりますそれとですね普及という点ではやっぱり教育委員会との関係があのキーポイントだと思いますでセラニシの場合もですね非常に微妙な話になってたんですね 特別支援学級には行かないんだけども特別支援的な必要とする子っていう面で必ずしも学力が低いというわけでもないんですがなんせ人数が少ないもんですからクラス最大20たい10人ぐらいしかいない10人とか20十何人しか特定されるっていうんで教育委員会はちょっとビビってたんですね指導指示は。でも実はその発表の2年目の時の秋に来た時もう教育委員長が教育教育長がですねハマってしまいまして。 これはすごいと何を言ってんだってこういうターゲットパーソンいいんじゃないかとかもう全く違うこと言い出しましてそれからなんか今年なんか継続しているようでありましてやはり教育庁含めてですね教育委員会とのつながりがないとその成果は普及しにくいというふうに思いますのでその辺はですね今私どうしてる関わってアドバイザーの中板橋区の中大中学校校校長先生北村校長先生来られてますが教育委員会ですぐ対応を。 やっていただいているようでありまして。そういうことがやっぱり非常に重要なのかなと、財団の女性でありながら。えっと、教育委員会全体を含めたの、その区とか町とか市の。とのつながりを作っていくということが、普及には大事だと思っております。それから上のモデル化なんですが、もう私はもう。今回はもう、世羅西では事業案。学習指導案がすべてだと思ってます。どの場面で、どういう子に I. C. T.、本当に使うと、どういうふうに使うといいのかってことを。問いかけているわけですね、指導案が。 でその結果はあとエビデンスで確認をするとその再生刺激法でやってったわけですけども私は指導案をね変えたらいいんじゃないかなと ICT っていうとこ項目を作って頂い,いてですねどの場面でこういう ICT の使い方しますよみたいなことをね授業案の中に入れてったらいいんじゃないかと思うんですね。そうするとですね他行でも何か参考になるとあいつも使うんじゃなくてここに使うんだよって ICT はここで使う意図があるんですよみたいなことが分かるとですね これ非常にいいで多分これからも ICT とこうコー,ーの指導案はなかったんですけれども日本にやっぱ普及させたらいいんじゃないかなとこれだけまあ使われるようになりましたからねむしろこの財団のいろんな成果を見てですねこういう学習指導案がありますよみたいなものがモデル化になるというふうに思っておりますで最後のエビデンスですけどもまあ、最終的にはですねこういうことだろうと思うんですね ICT 使って効果があった場合とあまりなかった場合課題 が何なのかっていう事例んでうまくいったのかなぜうまくいかないのかそれは ICT の何に問題があるのかそれとも使う先生の方の問題なのかそれだけの力を子どもにつけてないのか分かりませんけどもその辺のですね、えー、考察ですね事例を整理した上でその原因究明ですねうまくいった場合といかない場合。 ここをですね、少し整理していくっていうのが財団ととしししてててても仕事としてあるんんじゃなないかなって気がしてるんですね。その点ではですね最後になりますが全日本教育工学協議会堀田会長のもとであります木原副会長もいますけどもあの特別コーナーで何か発表してますね今あの、えー、とこの特別支援学校ですねあれはすごくいいですねああいうふうにですねここでやった成果を外に向けてあの全国普及する特に先進的な先生方にね 広げてていっももらうためにもですねああいう形をやってその時ですね先ほど言ったようにどういう場合に効果があってどういう場合に効果がないかをですねやっぱり研究協議会の場でも徹底して議論すべきだと思います全てががいいいいいと思わない方がいいただ思わぬ良さもあるということですね、まあ、その辺のところの整理がエビデンスでは大事かなと思います以上です。 こでここのですね普及というところでちょっと絞っていきたいかなと思うんですけども先生方の今ご指導というか一緒に研究されている学校というのは地域・拓校に対してどのようなアクションどのような出版物あるいは何回ぐらい研究会だとかそういうどういう 工夫をされているかっていうのを一言ずついただきたいんですが新先生かからお願いできますか今お,あのお世話になっているというか前年度までですねお世話になっていた福岡,大福岡教育大学久留米小学校の場合はこれはあの先生方非常に意欲的に研究を取り組まれる先生方で2年に1回ですかね毎年研究詞を出しておられますよね2年に1回ですか毎年ですか。 共同的な学びとか、今 ICT やってる情報活用能力やってなんですか。3年に1回ですかそういうふうなあのあのまず公開あの学校での蓄積の結果を外に出しておられるということですねそれからあの、えっと、研究公開は年に2回程度1回ですかね全体的な公開は1回だけれども夏とかに地域の先生方を対象にされていますかね。 すいません私がよく分かってなくて <laughs> あの研究テーマでどんとこう全国的にやることとそれからまあ若手であるとか先生方の経験であるとか焦点、まあ、化してやるものとの2つのバージョンでやっておられるというところですね、はい、あともう一つはあの地域の,あの研究会との結びつきが非常に強くて例えば教育事務所ですね各教育事務所と連携された研究体制であるとか あのこの学校におられた OB の先生方との,あの継続的な研究というふうなこともやっておられるというのはちょっとあの他の公立学校とは違うところがあるかと思いますがそういうふうなことをやっておられます。ありががとううございいましした豊田先生いかがでしょう あの地域連携だとか、校内の連携あ,あの,あの、はい、同じような、えー、タイプだと思いますが、先ほどあの少し先えー、と六番ですねお願いします。先ほど宣伝にもありましたけども、あのやっぱ校長のリーダーシップで、えー、とその成果をまとめて出版にこぎこの、えー、特別研究指定校として出版にこぎつけられたっていうのは、まあこれ一つ大きな。 あの成果かなといいううふうに思っていますのでその他まああの地域のリーダー校としてえもうあのなんていうんですかねあそこに行けばこの ICT をする学校 <laughs> という,もうそういうあの確立されたものが伝統的にあるというところでえそういうふうにあのもう研究会になればもう学校周りの地域の学校はえ動員というか自然に出張で入ってくるというようなところに位置づいています。だ運動場がもうあの 車で全部こう最後まで出られないように全部詰めてい <laughs> く<あの笑>っていうそのぐらいになってますので今回パラソリック教育大学を受ける前から視聴覚教育であるとかそういう ICT 機器の研究校としての基盤を確立させてきたっていう経緯がありますそれほど取り組まれてると見せ方にパターンみたいなのありますか開き方ととかあ普通はまあ研究会だと、えーあの まあ教室でで授業やって,てですね見て懇談会というような形だと思うんですがそのような形なんでしょうか、はい、あのえっともうあの講演会とかもなしで授業終わった後やっぱり各教科に特化したあの教科別の研究会を、えー、協議会をやってでその後もう一斉のまとめは今まで2回とも私は校内放送で。 あの配信するという形でした。なのであくまで授業研究会で、もう私の講演なんかは10分ぐらいなんですけど、<laughs> ででその授業の判定はあの周りのあの教科の指導指示を読んで教科検として実施するという体制を貫いているという感じ。今指導指示というキーワードが聞こえてきたんですが。はい 吉崎先生のご指摘のように教育委員会の連携もしっかりしてるてとあそうですねはいしあ,あとその指導主事までいかないですけど周りの学校に指導員という形のものを位置づけて、えー、っとその指導あの教諭でありながら各別の学校に指導に回るという位置づけの教諭がおられましてその先生が各教科についている,いているというそういう形でどうもありがとうございました。中川さんいかかがですか えっと、先ほどあの、えっと、成果報告の時にも少し触れましたけどやっぱり一つはこの活用レベル表だと思うんですね。あのこれを2年間のボトムアップで、えー、自分たちの,そのやってきた実践から積み上げてきたとで逆に言うとこれはあのレベル表ですので。 これを他で使うといやうちの学校の実態だとこのレベルこう違うよっていろいろと言ってもらっていいと思うんですただ言ってもらう余地がたくさんあるということが大事でですからこそこう広がるあの余地があるなということは1点とそれから今年あの私実は板橋区内の他の学校の指導助言も言ってるんですそれはなぜかというと去年上板橋のこの実践の様子を見てあのうちの学校でもこういうことをやりたいと。 つまり区の学校がやっぱりあのやりたいということを間違いなく区内の他の学校への影響を与えているということだと思うのでそういう意味ではこう徐々に徐々にあのこの上板橋第四小学校の取り組みが広がってきてるんじゃないかなという感じがします。で中川さんまた急に振って申し訳ないんですけどエビデンスの話なんですが皆さんのと報告書を書かれたりとか、まあ、自分の実践がですね確かにあの進んだとか。 ということで、中川さんは先ほどの発言の中で実感というキーワードを出されたんですが、そこをもう少し詳しくいただけますか？あの、先ほどね。あの、えー、上板橋大4の発表の時にもそのまめに記録を取られているというくだりがあったと思うんです。うん、やっぱりそのやって、あのいろと校内あのその日の整理会検討会があってっていうのは大事なんですけども、今日何があったかっていうと、やっぱりつぶさにこう、えー、文字にして。みる そういうことが一つは後々聞いてくるんじゃないかと思うんです前にこういうこと書いたけどこうなったとそれからあのエピソード記録という話がありましたよね、うん、あの、えー、シンキングツールに関わるエピソードの記録をいろいろと取っておってある子はこういうことがあったとかそういうことをいろいろとたくさんある中で変容を見ていくと いうようなことが、えー、改めて教師が一、えー、年間経って二年間経って見直したときにそれを振り返りあ確かに力ついてきたなっていう実感につながるんじゃないかなつながってきたんじゃないかなというふうに思いますはいありがとうございますその佐藤先生とエビデンスのところでちょっと最初のところでその質的研究とか、えー、量的研究という話があったんですがまあ一般論としてまあ成果を出す時のあの取り方みたいなあのをちょっと 皆さん方と確認したいんですがちょっとお話しいただけますか、はい、えっと前のセッションのところで出てきたキーワードも含めて、えっと、書かせていただきました、えっと、具体的な、えっと、調査、えー、評価エビデンスの評価方法として再生刺激法みたいなものも吉崎先生の方から、えー いただきましてでそれであの決してあのアカデミックな裏付けというか、あの高尚なものではなくても、あの等身大のものでも、あの等身大の,あの自分たちの感覚を大切にしたあの評価があのいいんだというようなお話もあったかと思います。でえー、と評価のあれっえっ、ー、と それで、えっとまあ、アンケートであの量的な調査を行ったりインタビューであったりとかあの再生刺激法であの授業の様子を振り返りながらというようなあの質的な評価というものもあ,のあるのかなとであの最初の段階で漠然とあの量的質的と書かせていただいていたあの具体例としてあのこのようなキーワードが出ててきたのかなと思っております、はい、あの他校が学ぶ時にやはりその学校でこのような実践がしたいんだと。 それにはこういうエビデンスこういういいところがあるんだというところをその学校で、まあ、校長なり職員会で伝える時にやっぱりそういうデジタルであるとかインタビューの結果というものはとても必要ですし、まあ、我々の大学の研究者では必ずそういうものがないと論文としては通らないというか。えっと、それれでこれを さっきパラパラッとこう見させてもらったらほとんどまあアンケートであるとかインタビューの結果であるとかそういう形できちっとそのある程度評価できるデータをですね必ずその発表の部分で出されているように思います。でという形でまあエビデンスについてはまああの共有という形で是非お願いしたいなと思うんですけどもそれで。 あの一つはあのもう一つはあの支援体制という形でえと各校で例えば支援員がいるところあるいはいないところこれは昨年の,あの木原先生のコーディネートの中でもテーマになったんですけどもそのいないところはどうカバーしていくかとかあるいは校内でカバーの仕方というのがいろんなアイデアとして今日の発表あるいは先生方が関わっている学校でですね あの工夫があるかと思うんですがその知見をぜひあの今日お話しいただきたいと思うんですが、えっと、吉崎先生の世ラ中学校は、えー西,ね、良西中良西どうもししましたいう工夫校内での支え合いみたいなところはな何か。あ<の>はい あの規模小さいのでね、はい、あの地もあんまり大きくないので非常によくてですねまあまあ教頭と研究主任が頑張ったんですけれども小学中学校であるのが小学校とか高校の先生も来て研究会に来たりですね講習を超えてやってましたで私最後にちょっと時間もないと思うので言いたいことが一つありましまと特権校っていいますか特別研究指定校多いと思うんですがここのすごさはやっぱお金の150万ではなくてアドバイザーなんですね。 アドバイザーがですねやっぱり年に3回場合によっては合わせて7回1回があり打ち合わせがありますので,でこれだけのメンバーがですねまあある面で学校にとってただですよね財団がお金出してるんであってただでこれだけ指導できてもらえるっていうものがやっぱりすごく意味があると思うんですね。で何が言いたいかっていうと学校って本当に必要な人に指導を受けられないっていうか。 まあ指導指示が力つけりゃいいんですけど指導指示以外の例えばじゃあ大学の教員っていうのはどういうふうに関われるのっていうことの問題があると思うんですねだから特権校じゃない一般校に対しても必要に応じては1回ぐらい、えー、リストの中からですね選んでいいとかですねなんか全部は無理かもしれないけどなんかそういうアドバイスが一般校に回ってもいいんじゃないかなと回数少なくていいですけどなんかそれが欲しいなと思うんです。なぜそれ言い出したかというと 横浜市がですね私は川崎の教育員なんですが横浜が何やってるかというとあの70校の大学にですね連携を結んでおりまして各大学がどういうテーマの人だったらどの大学の先生がどういう校内研究とか講演会に無料で行きますよっていう協定を結ばせられてるんですね、まあ、自発的なんですよ私たちも。だけどまあ我々も6名ほどの名前挙げてますが私も入ってます。で向こうリストを持ってまして今度は学校を選べるんですね。 あと交渉すするんですけどだからあのどういうテーマだったら誰にアドバイス本当受けたいんだとうちの研究をさらにこうブレイクするするためにですねだからそういうためにはですね一般公に対してもここの女性ですね1回ぐらいのアドバイスっていうかな、まあ、もちろんここでやってるわけですけどだから学校で受けられないわけであってこのここで受けられますけどね。 中で来てだけど学校の現場の中で助言を受けたいってあるんだと思うんでその辺をちょっと考えてほしいなというふうに思ってますこれからは大学の教員も本格的に本当にあの効果的な協力ができるかどうかっていうのを問われていると思います以上ですはいありがとうございました、えー、まあ財団への要望という形にもなるんですけども、えー、最後あの先生方からお一言ずつ このテーマ普及という観点あるいは財団への要望あるいは現場の先生方との連携のあり方などがあのご支持あのご意見いただけばなと思いますそれじゃ新地先生お願いできますか五番お願いしますあのいろいろあのタブレット PC を使って子どもたちの思考可視化なんてよく話題になりますけれども。 今この実践 ICT を使ってやや事業の内容っていうのは複雑になるというよりは選択肢が増えていくわけですけれどもその中で自分たちの学校の事業のま,まさにモデルですよねスタイルのモデル化ということをするためにはある程度こう自分たちのスタイルの可視化が必要なんだろうというふうに考えています。いいいいいくつかのの学校さんんに伺いなががらこういう図でで今あのご協力をたただいたりしてるんですけれども事業の流れと赤が あの先生たちの意図です何をやりたいかということでその時に ICT をどんなに使ううののかってていいいが青で書いていますでさらに教室中メディアだらけなわけですからさまざまなメディアとうまく組み合わせてそしてこの辺で何をやってるかまあ塊があると思いますのでこれでも先生方があの意見交換していくようなあそういうそのお 学び合いその蓄積をもとにしながらまた学校独自のモデルであるとかそして地域にプレゼンをしていくような何か指導案も合わせて重要だと思いますけれどもちょっとこうあのよりシンプルな手立てというのがあるといいんじゃないかなというふうな気がしています。あ、はい、ありがとうございいいまままししした豊田先先生一言おお願願すす番ほどのあの 振っていい、ま、て,ていいたただだテーマま生きるとえですか支援員とかがいない時に、えー、どうしていけばいいかっていうこれやっぱりあの、えー、それでちょっと用意してましたのでそれで締めくくりたいなと思いますがあともっともっと子ども、ね、先ほど ICT が使えるっていうことも一つの学力ですよっていうことなのでもっと子どもにシフトしていけばなということを考えていますあなんかもう子ども自身で準備をしているような自身でこれなんかもうあの持って帰って使ってきちんと返却すると図書館と図書の本 と一緒のような形ですねで青い中学校でも休憩時間にきちんとタブレットが用意されているそしてこれは前に私が担当したあの、えー、と特別のよう えー、研究指定校なんですけども北 ICT っていう係があってですね委員会があって、えー、そういうところで子どもたちがメンテナンスやあの準備を行ってそして子ども同士の指導も行ってるってことなので先生が頑張るんじゃなくて子どもたちを鍛えて、えー、そしてその子たちをが ICT をきちんと準備できる担えるメンテナンスできるってことが一つの学力だっていうようなことで、えー、方向づけできたらいいんじゃないかなと悪いことするからもう鍵をかけてしまっておくっていうのだけはですね、えー あのもったいないなということを日々感じている次第です、はい、ありがとうございました中川さんお願いします。はいえー、と4番お願いします、えー、と私はあのタブレットについて最後にお話をしたいと思うんですがこれからどんどん1人1台のタブレット環境が、えー、実現されていくと思うんですね。でその時のことを1つだけ申し上げて終わりにしたいと思うんですがあの教室学習環境での登場人物、まあこうまあ、人物じゃないんですけどこ,うこれらいますよね。 でちょうどタブレット端末のところに緑の線引いていますこれ何かと言いますと結局ね上はパブリックですよねで下はプライベートなんですでノートワークシートとか教科書で一人あの当たり前の一冊ずつ持っているわけですよでもタブレット端末ってね一人一台になったときにある時パブリックになりある時プライベートになるだから難しいしこれを授業設計の中でどういうふうに組み込んでいくのかっていうところに難儀するわけです だからそこら辺を踏まえていかないと非常にやっぱり使えないということになってしまうのでこのパブリックとプライベートをどうやって引きするのか例えばある学校でねこれポンとあの子どもたちが書いてるのポンと出ちゃうわけですよね。でオープンなんですね。でもこの半オープン性をうまく活かせば逆手にとって活かせば共同学習に促進できるわけです。その辺のところをどういうふうに考えていくのかっていうのは一つキーだなということを私のコメントに返させていただきます。 はいどうもありがとうございました。えー、っとこれとですね先生方あの今日このこれの中に全てが凝縮されてますので再度、えー、これはダウンロードできるようにしておきます、えー、これはお手元にあるかと思います。こういう我々の汗先生方の汗をですねぜひ普及、えー、という形でですね さらに活用していきたいと思います。今日はあのご登壇いただきました先生方本当にありがとうございました。<laughs> じゃあ終わりたいと思います。佐藤先生ありがとうございました。はい、加瀬と先生、佐藤先生、そしてパネリストの皆様に今一度大きな拍手をお送りください。どうぞご講談ください。ありがとうございました。